まず何から話せばいいかな。ですね、入国早々、トラブルがありました。ランディングカードっていう入国時に書くカードがあるんですけど、滞在先の住所を書いてくれという欄があったんですけど、その住所のデータをパソコンに入れてたんです。飛行機の中で編集作業してたら、ね、バッテリーが落ちちゃいまして、中のデータを見れないと優しい方が声かけていただいて、まあ、もちろん英語でなんですけど、なんとかいけると思うよと事情を説明すれば、それを拙い英語でですね、入国審査の方にすごい怖かったんですけど、なんか英語ですげえすげえ厳しい口調でいろいろ言われたんですけど、半分以上何を注意されてるのか分かんなかったんですが、なんとかそれをくぐり抜けまして、今めぐいんさんとの待ち合わせであるですね、ターミナル3のスターバックスっていうのは一体どこにあるんだろうという感じで歩いてます。ただこっちではないな。ありました、標識が。これですね、ターミナル1、2、3と、こっちの方向みたいです。ターミナル3、ターミナル3、yes. OK quickly go, quickly get the train、mm-hmm. get the train quickly、like, oh. かっこいい。電車が来たんで乗っちゃったんですけど、どうもまだ乗っちゃダメだったみたいです。あー大変だな。トレインに乗り込みました。ハローハローって言って怒られちゃったんで、ヒースロー空港、ヒースロー空港進んでますね。ターミナル1&3行きます。ターミナル3はあっちみたいですね。マンデーとフライデー、あ、ポストだ。ロンドンの電話、ロンドン電話。お土産屋さんでしょうかね。さあ困りましたね。 Excuse me、I want to go Starbucks. Starbucks? Yeah. Starbucks, you have security inside? Are you flying?Security inside? Yeah, you have to pass. You see the security? You pass right when you come to security. Yeah. Go inside security. Inside many shops. Starbucks inside. これはあれですね。ちょっと大変なことになりました。劇団スカラッシュ。